アイナです。ミオナです。アイミオです。はい、今日はアイナの100室。普通に100室やるんですけど、これはアイナ編ですね。ミオナ編もやります。はい、今回はアイナ編。あ、質問します。1問目。ポンポンいきます。はい。突然だけど、なんでこの質問に答えようと思ったの？企画だからです。男女？女です。今どんな天気？今は晴れ、寒い、涼しい。青空好き？青空はまあ普通。この世で一番ダメな人間ってどんな人？ダメな人間？殺人鬼とか？本読んで泣いたことある？ないです。本読まないです。はい、健康に気をつけてる？まあほどほどに。いや気をつけてないかもな。最近一番イライラしたことは？最近一番イライラしたこと？ミオナです。ミオナがうざかったからですね。はい。授業中寝たことある？あります。ずっと寝てますね。いやでも最近寝てないです。おお。頑張ってますこの人勉強。何フェチ？手？英語話せますか？英語話せないです。勉強めちゃくちゃできる大学生と幸福度が高いホームレスどっちがいい？ごめんもう一回言ってくれ。付き合うならかな。勉強めちゃくちゃできる大学生と幸福度の高いホームレス。勉強めちゃくちゃできる大学生。上の質問、さっきの質問わけわからんと思った？ちょっと思った。自分を動物で例えると、自分動物で例えると猫。え、ミュウヘビ。じゃあヘビ。あいみよ。右利き左利き？右利き。ゴムめっちゃついてる、ごめん。1、2、3、4、5本。お笑い芸人誰好き？お笑い芸人？え、ちょっと待って、わかんない。え、あの人とか、あのレインボー、あのちゃん？ YouTube のやつ。YouTube？ あのちゃんではない。花子より、花よ、あ、小色悪魔じゃない。友達多い少ない？多いんじゃないですか。超能力使えるとしたらどんな能力が欲しい？過去に戻る。ちょっとだけ時間、今のやり直したいってあるから、うん、ちょっとだけ戻れるようになりたいですね。てか今ってテンション高い？低い？普通です。高くはないかも。得意料理ある？得意料理はカップラーメンとかしか作れないですね。自分の体、全身の部位で気に入っているところありますか？ないです。体が嫌いですけど、まあ指とか長いんじゃないですか、知らないけど。思い出したくない黒歴史ありますか？もう昨日とか一昨日とかがもう黒歴史、毎日更新してるんで毎日思い出したくないですね。今まで会った人の中で大切にしたい人いる？みんな大切にしたいです。逆にぶん殴りたい人いる？います。あいみよ。わかんないって思う。25番。漢字弱い。赤ちゃんだから。故郷は田舎とか。なに故郷って？故郷は出身ってことだよな。出身は田舎か都会。田舎。野生のタヌキ見たことある？ないです。口癖とかある？口癖？なんだろう。お腹すいた。お腹すいたです。ジェットコースター好き？好きです。昨日はユニバで張り取り2回乗れました。いや成長。甘いのと辛いのどっちが好き？甘いのです。うん。甘と。花粉症？花粉症ですね。秋とかです。寒いのと暑いのどっちが好き？寒いの。四つ葉のクローバー見つけたことある？あります。ちっちゃい頃に、小学校で。ノリはいい方？いいです。昨日はどんな日だった？昨日は一日幸せな日でした。ユニバ行ってました。地元の友達と。楽しかったです。怖い話好き？好き。何か楽器演奏できる？うん。嘘つけ。リコーダーとかできる？カエル触れる？触れない。ちっちゃい頃は触れました、多分。今いるところは東日本、西日本？東、西とかわかんないです。はい。海外行ったことある？ないです。日本出たことないです。独り言言っちゃう？独り言めっちゃ多いです。何かアレルギーはある？アレルギーは犬と花粉。髪の毛ストレート？テンパ？まあちょっと癖っ気だけどストレートだと思います。朝は強い弱い？朝は結構強い方だと思います。怒
怒られると腹立つ？平気？腹立ちます、うん、コンビニのおにぎりの具、梅とツナマヨとすじこ、どれがいい？ツナマヨ。ツナマヨ。平日の朝のニュース番組どれ見る？テレビ見ないけど、見るとしたらあれですね、ラビット。歯並びはいい悪い？いいです。友達ってたくさん欲しい？別にいらないですね。オレンジってどんな色？オレンジはみかんの色です。まあ、ここまで答えるの大変だった？いや、なんか50です。読んどる方が大変そう。読み上げてる方が大変そうやなと思う。ごめんね。あいみよ。年上と年下、どっちが仲良くしやすい？年下。わかんない、ちょっと待って。年上かな。いや、年下かも。あんま年関係ないけど。社会に馴染めない人どう思う？私も馴染めないと思います。別にいいと思います。財布の中、小銭と札どっちが多い？小銭ですね。多分1円玉がいっぱい入ってるんで小銭なんじゃないかな。下手だ。モバイルより下手じゃない？あんまりクソじ。自分バカだなと思う時ある？常日頃バカだなと思ってますし、言われます。真面目に生きてる？はい、ふざけてはないです。真面目に生きてると思います。こう見えて。今の質問ムカついた？いや、別に全然見つけてない。ご飯とパンどっちが好き？ご飯が好きなんですけど、今はパンが食べたいかもしれない。眠れない時はどうする？眠れない時は寝ないですね。私はスマホ見てたら目が開かなくなるので。タイムシーンあったタイタイタタイムマシーンあったら過去に行く、未来に行く？未来ですね。あとどれぐらいしたら人類は欠乏すると思う？破滅。破滅。死ぬ。あ、亡くなる。破滅。幻滅。爆滅。幻亡。滅亡。滅亡。滅亡する？いえ、するんじゃないですか、そろそろ。目は一重か二重？もともと一重だったんですけど、今は二重ですね。力は強い、弱い？力は特別強い方だとちっちゃい頃まで思ってたんですけど、学校の握力測定やった時に握力6とかで、あ、弱いんだなと思いました。人間でよかったと思う時ってどんな時？アリとかを見てる時。どういうこと？夏と冬どっちが好き？冬ですよ。さっきも言わんかった。あ、寒い方と暑い方。冬ですね。今までで一番死ぬって思った時どんな時？焼肉が喉に詰まった時。犬と猫どっち派？犬です。幽霊信じる？幽霊はいます。一日中24時間何も食べなかったことある？ないです。ペット飼ってたことある？今飼ってます。自分は何歳まで生きてると思う？70ぐらい。おでんの具は何が好き？卵と、あれですね、揚げ豆腐。見た目に気使う？見た目には気使ってると思います、めちゃくちゃ。得意なスポーツ？スポーツは得意じゃないんですけど、強いて言うならバスケとかバレーとかサッカーとか。こいつやば。野球も得意。やったことない。陸上とか結構、陸上部だから。帰宅部です。全部嘘。こいつやっべえ、やっべえ、やっべえぞ。あいみよ。明日は忙しい？忙しいと思います。毎日忙しいです。売れっ子なんで。パラレルワールドってあると思う？何パラレルワールドって？スーパーあるんじゃないですか。なんかキッズランドみたいなことでしょ。神様。夢見ワールド的なね。それ信じちゃう？神様信じる？いますよ。信じない人とかいないと思う。仲良くなると口悪くなる？仲良くなくても口悪いです。クソ悪いで、こいつマジで。クソとか言う、お前の方がクソ悪いで。今な、あ、間違えた。インフルエンザかかったことある？あります。鼻の小百合熱嫌い。鼻小百合悪魔。分かった。鼻小百合悪魔、黙っとけ。今何時？4時。この質問集の作者はどんな人間だと思う？神みたいな人。今って眠い？眠くないです。お腹すきました。納豆にマヨネーズってありなし？あり。マヨネーズなんて何にかけてもうまいから。子供好き嫌い？好きです。めっちゃちっちゃい子大好きですね。いい子なんで。こっくりさんやったことある？
なんか適当に自分で作成したやつを小学校の頃に友達とやった覚えあります。幸せになるための努力してる？幸せになるための努力将来してますよ。幸せになりたいから頑張ってます。人生結構どうなってもいいやと思ってる？え、思わないですよ。あと何問ぐらい？あと少し。学校もしくは仕事場と家どっちが好き？仕事場は好きですけど、学校が嫌いなんで家の方が好きです。有言実行する派しない派？します。いや、したいですね。母の日、お母さんに何かしてあげたことある？毎年してます。花束とか。ママの顔見て。泳げる？泳げます。なんかスイミングの全国大会まで行ったことある。懐かない。肉好き？肉大好きですね。焼肉が特に好きです。牛タンとか。みなきに食、みなき日食見たことある？みんなに既読の木に非日食。皆既日食見たことある？皆既日食って皆既日食って何？ジブリとディズニーどっちが好き？ディズニー。ジブリあんまり見ないんですよね。よく病院行く？いや、行かないですけど、皮膚科とか行きますね。今までで一番大きい買い物は？推しのライブとか、推しのリリーベとかプロモの特典券とかで自分のお金でやってるんで、それはめっちゃ使ってますね。喉、今乾いてる？めっちゃ乾いてます。今日全然飲まない。占い信じる？占い信じますよ。だからやってるんですよ、占い。タバコ吸う？吸う。まだ13歳。うちタトゥーも入ってるから。うわ。デジタルタトゥー。入ってる。なんか TikTok のコメントでアイナちゃんの手についてるデジタルタトゥー可愛いって来てて、え、これデジタルタトゥーじゃないと思って、タトゥーシールと思って。殺されそうになったらどうする？殺されそうになったら対抗できないので死にたいと思います。終了。暇つぶしになった？イエーイ。あ、これも質問最後ですよ。暇つぶしっていうか企画なんで、もう企画でした。はい、100の質問でした。100の質問どうでした？私の質問にどう思います？う、知ってるもんね、アイナのことなんだ。え、嘘じゃない、全部事実なんで。だって100質で卒とか質問の答えになってない、そういうのってありえないと思う。はい、はい、ということでアイナの100質でした。次はミオナさんの100質を今から撮って、はい、次の動画も見てください。バイバイ。アイナでした。チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターでよろしくお願いします。バイバイ。Thank you.